ティーチャークーボー、朝の散歩でございますよ。朝の散歩、大和くんも早いですね。まあさすが久保さんですね、切り抜いてきましたね切り抜いてきたね。まあ久保さんもね、多分ずっと語れると思うんであれですけど、まあ人まあ確かに久保さんの言う通りですよね。なんだこういう生き方、なんだろうな、こういう生き方をしたいっていう風に生まれた原型、起点は何かっていうと、なんだろうな、いろんな人を見てきて、こうじゃない、俺はこうしたい、じゃあ俺はこうしたいは、いろんな人を見てみてそういう生活をしたくない。例えば満員電車に乗ってね、サラリーマンの人たちが死にそうな顔をこんなやってるのを見て、この人生送りたくないな、だから俺は自由に生きたい、だから自由に生きたいと思ったのは、なんだ、起点はどこなのかっていうと、そういういろんな、なんだろう、社会に縛られる、社会に縛られる、会社に縛られる、まあいろんな縛られるものを見てきてね、なんだろうな、自由で生きたいと。だから自由になりたいっていうのは、そういうみんなが自由であったら多分自由なんでしょうね。別にその人と違った生き方じゃなくて、人、まあ、久保さんの言う通り別に何の普通の生き方なんでしょうね。ただ一般の人たちはやっぱり、ね、今日は平日じゃないか、今日平日、今日土曜日か、まあ曜日感覚もないんですけどまあ土曜出社の人もいるだろうし、まあなんだ、まあ今ねコロナだけど、まあ、コロナはちょっと落ち着いてきたのかな、まあ、コロナのあれもあんまり詳しくないですけどなんかあれですよね、なんかそういうものを見て自分の起点っていうのは作られてるんじゃないかなっていうのはありますよね。自分はだから、例えば僕ジェットスター乗るんですけども、飛行機とかはね、でなんだ、お金持ってる人とかはジェットスター乗らないかもしれないですよね。多分ジェットスター乗るって多分一般の人と一緒ですよね。だから一緒ですね、ソフトバンク僕使ってますし、ソフトバンクも別に一般の人じゃないですか、ただ一般の人とちょっと違うところがあるとするならば、車で鹿児島から宗谷岬、北海道の最北端まで行くとか、それは普通他の人はやってないですね、だからその他の人と同じところもあれば違うところもある。だから自分はこうしたい、それが他者と合ってることもあるし、合ってないこともある。合ってないことは車で鹿児島から北海道の宗谷岬まで行く、 R34 で行くっていうのはまあまあないだけど飛行機はジェットスター、これは一般の人とまあほぼ一緒っていう、だからまあ違うところがあるだけで同じところもあるよっていうね、やっぱ久保さんの切り取りの仕方はやっぱ上手いですね。さすがですね。さすが。ちょっと、さすがだなと思っちゃいましたね。そこ切り抜くかと思って。やっぱね、無限にできますね。僕と久保さんは。いろんなところ切り抜いて、1ミリでも切り抜いて、100ミリ、1万ミリというかね、横展開できるんでね。無限ですね、本当に。尽きないですね、話は。これ僕の20分の動画を全部切り抜いたら本当にもうどれだけ話せんだって話ですよね、多分ね。まあ本当に人生いろいろありますよ。ただまあ僕も来月で39歳になって、あと1年後は40歳ですよ。結構節目だと、僕は人生の節目だと思ってるんですね。だから40から60にかけて20年、この20年っていうのはもうすごく価値のある、なんだ、濃い時間だと僕は思うんですよね。だからやっぱ、でもう60過ぎたらもう70で、もう死に向かって生き、もう70超えたらもう死を意識する、多分生き方になってくると思うんですけど、まあ今なんだ、100歳まで生きてる人もいると思うんですけど、でも70から100歳まで30年ですよね。そう考えると長いですね
70から100歳までの30年長いっすね。クソ長いっすよ。30年ですよ。70からの100歳まで。そう考えると、久保さんなんか100歳まで生きそうだな。久保さん100歳まで生きそうですよね。僕は100歳までちょっと生きられないな。僕はあの、マックス87って決めてるんで。まあ、決めてるというか、まあ60で死んでもいいなと思ってますし、まあ明日死ぬかわかんないですけど。人生は長さじゃなくて僕は濃さだと思うので、僕はね、長さじゃなくて濃く生きてきたかっていうのが、だから100年生きたとしてもぼーっと生きてる100年なのか、30年濃い30年だったのか、どっちを選ぶって言ったら、僕ぼーっと100年は耐えられないですね、多分。ぼーっと100年は、久保さん耐えられます？ぼーっと100年、100年間ぼーっとするっていう、100年間ぼーっとするってなかなかファンキーですよね。まあ、朝起きて飯食ってぼーっとしてるみたいな、何もしないみたいな。多分僕はすみません耐えられないですね。それがまあぼーっとするのが好きな人もいるんであれですけど、多分100年間 Amazon プライム見続けるとかもう無理でしょ、家にこもってね。逆にそれしんどいと思うんですけどね。やっぱ人生っていうのは濃くしていくっていうのは、どうやって濃くしていけばいいのかっていうと、やっぱ新しいことをこう見つけていく、新しいことをこう発見していくっていうのが大事なんじゃないかなと思うんですよね、日々。だから僕最近散歩してるんですけど、散歩でもね、発見の連続なんですよ。こんなに朝の空気ってうまいのかとかね、こんな朝の光、太陽の光もね、朝の太陽の光はもう全然違うんですよ、久保さん。全然違う。なんか今までね、この朝の散歩っていう朝のこの空気っていうのを味わってな来なかったのかっていうね、もったいないことしたなとね、なんかすごく感じますね。朝のね、この朝の空気ってなんかすごい澄み切ってるんですよね。多分人間が活動領域が、多分ね、僕はこれは僕の見解ですけども、人間って活動してると二酸化炭素出すじゃないですか。で、活動している時間はやっぱ昼の方が割合多いですよね。朝昼多いわけですよ。朝方ってまあ活動してる人が少ない、つまり二酸化炭素が少ないってことですよね。だから夜その二酸化炭素量が少なくなって CO2 排出、なんかそのそれも少なくなるじゃないですか。だから朝って多分まああとまあその夜の中でこの木がね、二酸化炭素吸って酸素を出すみたいな。で、朝っていうのは本当にね、空気がね澄んでますね。何なんでしょうね、もう新しい発見ですよ。38年、まあ来月で39年ですけど、まあ、約39年生きてきて、この散歩の価値を発見できたっていうのはね、濃いですね。この何とも言えないこの朝の、なんだろうな、この自然のね、なんだろうな、すごくエネルギーを感じてますね。全然違う。なんか多分ね、その植物も太陽が出てきた瞬間に光合成したいから、なんかこう出すと思うんですよ。あ、太陽出てきた、太陽さん出てきたぞみたいな、うわーってなんか出てると思うんですよね。今まで暗かったけど、いきなり光が出てくるわけじゃないですか。だから植物さんもうわーってなんかエネルギー出すと思うんですよ。で、その一番エネルギー量多いんじゃないかなと、朝は多分。まあ勝手な解釈ですけど、いや朝気持ちいいっすね、久保さんね。だから今まで僕はこんな朝散歩するなんていうのはなかったですか、東京で働いてた時は。ほんとね、まあ散歩するっつってもコンクリートですからね、東京。まあその皇居の前ランニングする人もいますけど、まあ会社に泊まって、まあ会社の前はまあそういうところあんまないかったんで、そう、やっぱ自然っていいっすね、久保さん。空気がうまい、朝の空気がうまいですよ、本当に。で、コーヒーですね。そう、だ散歩ね、30分ぐらいするんですけど、だいたい気持ちいいっすね。そう、だから逆にその
雨降ってる時とかは散歩できないから、ああ雨散歩できないなみたいなね。そう、昨日もね多分ね8時ぐらいに寝たと思うんですよね早い、最近寝るの早いんですけど、そう本当に早くなりましたね寝るのが。でも朝って気持ちいいですね。いってらっしゃい。